横浜駅、現在の桜木町駅で創業しました。ご覧の写真は当時のお弁当の掛け紙です。そして1928年、崎陽軒の代名詞ともいえるシュウマイが誕生しました。1934年には中華食堂としてレストラン事業を開始。1954年にはシウマイ弁当が誕生します。1956年には東京へ進出。1996年には崎陽軒本店がオープンしました。これを機にさらに新しい食文化の創造にも取り組んでいます。そして2008年、創業100周年を迎え、横浜の美味しさを作り続けるをモットーに、これまで以上にお客様に信頼される企業として今もなお進化し続けています。それではシュウマイの誕生についてご紹介しましょう。崎陽軒が最初にお店を構えた横浜駅は東京駅から約30分という立地でした。東京駅から乗った人にとってはまだ乗ったばかり、東京駅へ行く人にとってはもうすぐ到着するという立地関係で、駅弁を売る駅としては有利な駅とは言えない。そんな中、関東大震災に見舞われ、横浜の街も崎陽軒も崩壊してしまいました。そこで初代社長の野上茂吉が再起をかけて新たな製品作りに取り組みます。弁当類だけではダメだ、何か名物が必要だ、ないなら作ろうと考え、ここから横浜の名物作りが始まりました。横浜には当時から他の都市には見られない南京町と呼ばれる中華街が形成されていました。茂吉社長はそこに着目し、何か良いものはないかと町中をくまなく探索しました。そこで気づいたのが、どの店でもシュウマイを突き出しとして出していることでした。しかも突き出してそれを折り込みにして持ち帰ることもあったので、これは名物になるとひらめいたのです。ところがこのシュウマイ、蒸し上がったばかりのものは美味しいものの、冷めると味が落ちてしまいます。茂吉社長はそれなら冷めても美味しいシュウマイを作ろうと決意。中華街にいた天津の職人五宮村を招き、彼を中心に社員一丸となって研究を重ねていきました。こうして1928年4月、豚肉と干しホタテ貝柱を混ぜ合わせた冷めても美味しいシュウマイが完成したのです。しかし発売当初は1日10箱から20箱程度の売れ行きでした。そこで飛行機を使って空からビラをまき、その中に無料引換券を入れるなど、当時としては斬新な販売活動を行っていきます。人気を呼ぶようになったきっかけは、戦後1950年にシウマイ娘を誕生させたことでした。1952年の人気新聞小説やっさの中にシウマイ娘が取り上げられ、さらにこの小説が映画化されると、瞬く間にシウマイ娘もシウマイも全国に知れ渡るようになり、売り上げも爆発的に伸びていきました。横浜工場では昔ながらのシュウマイを中心としたシュウマイを始め、実は皆さんにはお見せできるんですけれども、中華版、スープなどのレトルト中国総菜、中華版、シュウマイ版などアイデアを生かした様々な製品を製造し、好評を得ています。また崎陽軒にとって欠かせないものとして、1955年の誕生よりシュウマイに入り続けている醤油入れのひょうちゃんも忘れてはいけません。
このひょうちゃんは磁気製となっており、いろはの48文字にちなんだ48種類が現在使用されています。では横浜工場の主力製品である昔ながらのシューマイの製造工程をご覧いただきましょう。まず食材の準備です。鮮度を保つため豚肉は使わずに、シューマイの製造工程なんですけれども、豚肉は鮮度を保つためにシューマイを作る食材に腰ホタテ貝柱は水につけて戻します。ちょっとその工程の方が企業秘密ということで、先ほどの豚肉、玉ねぎ、腰ホタテ貝柱、グリーンピースに塩、胡椒、砂糖で味を整えます。保存料入っておりませんので、そして美味しさを閉じ込めるためにでんぷんを混ぜます。全て直前に崎陽軒のシューマイはこの8つの材料のみで、化学調味料や保存料などの食品添加物は一切使用していません。次に成形です。全ての材料を混ぜた肉を四角い容器に入れて、空中搬送台車と呼ばれる機械に乗せ成形機まで運びます。成形機はシューマイの皮を作る部分とシューマイの形を作る部分に分かれており、ここでふんわりとした食感に仕上げシューマイの形を作るところも多数企業秘密にございまして、皮を薄く伸ばしているんですけれども、そこの小麦粉とお水で作った皮を約95度の3ミリの大きさまで薄く伸ばすんですけれども、たっぷりの蒸気によって約10分間ですね。あとシューマイを握っているポイントですね。次に美味しさを保ち、かつ衛生的に管理しながら、こちらの人の手で握ったような柔らかい食感を出すためにかなり繊細な、最後に箱詰めです。繊細な機械のタッチで作っておりますので、人の手による検品などを経て、箱の組み立てから包装までロボットで自動で行います。包装されたシューマイは製造時刻を印字し完成です。印字はレーザー光線によって自動的に行われています。完成したシューマイはいよいよ出荷場へ渡されます。この出荷場は神奈川、東京を中心とした約140のお店や東京工場、本社工場などへの配送をカバーしています。そのため時間通り間違いなく配送できるよう徹底した出荷管理が行われています。こうして毎日各地のお店に出来たての美味しいシューマイが並べられていくのです。次に真空パックシューマイについてご紹介しましょう。真空パックという言葉は今では広く使われていますが、この言葉を日本で初めて使った製品が崎陽軒の真空パックシューマイです。当時の社長野上豊の命名と言われています。高温にも耐える特殊な袋に詰め、真空したものを殺菌することで常温で約5ヶ月も美味しく召し上がっていただけます。それでは真空パックシューマイの製造工程を見てみましょう。材料は昔ながらのシューマイと同じです。蒸したシューマイを袋に詰め、空気を抜き、検品した後高温高圧の釜で殺菌して完成です。ここ横浜工場ではシューマイだけでなく中華まん、月餅など日本人の味覚に合わせてアレンジした点心類、中華菓子の製造も行われています。では簡単に隠れたヒット商品横浜月餅と人気の中華まんの製造工程を見てみましょう。横浜月餅は皮に独特な香りを出すための糖蜜と呼ばれるシロップ作りから始まり、その後皮を寝かせた後、成形、型を